つまみん坊ならそこのトンネルにぜいぜい言いながら入っていきましたよ。ここ？あ、倒れとる倒れとる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、それじゃあ妖魔界の方にやってきたけん、そっか、起きてくれんねやったっけね。さあ進んでいこう。妖魔界越見回廊第一の門。めっちゃなんか世間話しよる。へへへ、なんでやねん。俺なんかそもそも第一に初めから、まず基本的にいわゆる結局つまりそのなんやあれあれあれって言ってるやん。なんやったかな、よう考えよう、じっくりおぼろげに。あ、そうや、お決まりの感じでもあり、ほどほどそこそこやばやばで、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ、何言ってんだか全くわかんねえ。あ、なんかうぃー。赤鬼いきなりの。あかん、俺はかつてエンマ大王様よりこの妖魔界の管理を任された赤鬼。エンマ大王様なきアウトといえど、その役目を放り出すわけにはいかん。よってお前たちにはこの赤鬼の審査を受けてもらおう。何審査って、何、なんかめっちゃじっくり見られよる。ん、何何何何。お前たちは19個の頼み事を引き受けてきたようだ。ほう、どうやらお前たちは頼み事もろくに叶えてこなかったようだな。ああ、少ないってこと。お前たちのような怠け者にここを通る資格ならないわ。自分の行いを食いながら腹がすくまで働いてくるがいい。マジで、まあ、確かに少ないけども。何個やったらよかったんやろう。ひえー、ウィスパーだけ取り残されよね、お前も行けやってなるよね。何？妖魔界腹ペコ峠。そのまんまの名前やん。どこに行けばいいの？あ、ひもじいとかおる。あ、かわいい。見て、フォーク。めっちゃ楽しみよるけど。え、もしかしてこれケーキ？え、かわいい。めっちゃいいやん。この辺の妖怪たちは、普通に話せるのか。メラ！俺はこのろうそくの炎よりも燃えているんだ。かわいい。かわいいしか言ってないけど、ここは通れるやつ？おー、抜けれた。なるほどね。チャーシュー麺を手に入れた。落ちてるアイテムまで。美味しそうじゃねえか。待って、どこからどう行けばいいのかよくわからぬ。一応目的地があるんよね、あっこに。キュッピーもあるよ。ちょっと待てい。なんでしょう、誰でしょう。君？お？こんなところに人間が来るとは珍しいやん。どうせ頼み事をしてなくて赤鬼に落とされてきたんやろ。まあ頼み事とかめんどくさいしな。わからんでもないで、その気持ち。いや別に私はどちらかというと死体派ですけど。で、ここから帰ろうとしてるん？それはあかんな。タラでは通らせんで。とはいえ、頼み事嫌いのお前に何も頼みそうにないしな。いやー、ちょっとね、本編のストーリーの方を進めた方がいいかなと思いまして。ほな、かくれんぼでもしようか。俺が隠れるからお前は鬼な。かくれんぼ？ここで鬼とか言うとややこしいけど、お前が俺を見つける鬼な。俺を見つけたら、ここ通っていいから。かくれんぼすることになっちゃったよ。めっちゃ大変そうじゃない？どんどん話を進めてきましたね。ここは付き合うしかなさそうですね。ほな、めっちゃ隠れるで。そいやー。めっちゃ隠れるとは。別に制限。こいつじゃね？あ、違った。ん？なんだ？俺はつまみん坊じゃねえ。つまみっちだよ。名前。あ、まさかつまみん坊に隠れんぼ挑まれちゃったけ？いくらあいつでもこんな近くに隠れないだろう。まあ、付き合ってやってよ。大変だと思うけどさ。なるほど、それを狙っての。何？もう、同じようなやつがいっぱいおるやん。俺はグイスケ、つまみん坊じゃねえよ。つまみん坊ならここの道を上の方に行ったのを見たぜ。なるほど、かくれんぼってこういう感じか。めんどくさそう。ほら、つま吉だよ。つまみん坊ならこの先にいるんじゃねえかい。見た目でわかるような何か目印はないのか。さっきまで絶対おらんかったやろ、こいつら。お、まだまだ始まったばっかりやで。そいや、まさかの逃げるんかい。
何？どこ行ったの？ここ通れる？通れない。ねえ、どこ行った？つまみんぼはこの辺じゃ見てないな。うん、なるほど。ということは？こっちは？つまっぴーと申します。つまみんぼではありません。ちなみに、つまみんぼは見ていません。ほら、かくれんぼし出してからなんかこいつびっくりした。全然違う系統のやつが現れた急に。なんこれ、どこにどう行けばいいんかが全くわからんやんか。つら。君は？こんなケーキ食べきれないよ、ジル。って、ん？何？僕がつまみん坊じゃないかって？僕はあいつみたいにこそこそつまみ食いしないよ。食べるなら大きな口で堂々と食べないとね。あ、それでつまみん坊を探してるんだっけ？つまみん坊がこのフォーク橋を渡ったところは見てないな。ってことは、それより手前ということか。どこなんだ？あ、あっちは？全然違うやつやった。なんか違うタイプのやつからも情報もらえるんかな。食は力だ。全然もらえんかった。ってことは？違うね。君は？おった。おっと、次はこっちやで。そいや。その場で消えよるのにさ、ここ渡ったとか渡ってないとかわかるの。いるよ、つまみん坊、この辺に。よーく目を凝らしてみてごらん。マジで？この辺に？これか？おほほ！嘘！めっちゃ隠れたつもりやったのに。そいや！やったね。なるほどね。近くやったらああいう感じで言ってくれるんや。カニ玉を手に入れた。やった。食べ物いっぱいゲットできる、ここ。あとは？もうこの辺にはいない？あいつのことは見てないよ。この辺にはいないと思うな。渡ったか渡ってないかは分からんのかな。何？私がつまみん坊じゃないかって？女の子まさかの。そんなわけないでしょ。あいつは男、私は女よ。そこ間違えるなんてありえる？失礼しちゃうわね。で、何の用だっけ？つまみん坊は見てないけどさ、こっちのケーキからあいつのうるさい声が聞こえてきたわよ。その辺にいるんじゃないの？全然見た目からしたら男とか女とかわからんのっすけど。あれか？こいつじゃないか？うわー、見つかったーなんてな。俺はおつまみ太郎。つまみん坊じゃねえよ。こんな意味深なところに立ってるから、てっきり正解だと思っただろう。だはは。まあせっかく来てくれたし、ヒントやるよ。つまみん坊はこの辺で見たぞ。近くを探してみろよ。近くということはこいつか？何それ、何その下、気持ち悪い。ベローンベローン。食べてる場合やなかったな。全然こっそりじゃないやん。すごい。すごい堂々と食べよるよ、つまみん坊。ほな、行くで。そいや。何回戦あるんすか。誰か、情報持ってないっすか。そうだよ。おいら、つまみん兵だよ。一文字違い。ってあれ？なんだ、探してるのはつまみん坊か。つまみん坊ならさっきその辺にいたような。お、あれかもしや。君じゃないか。はあ、はあ、ちょい一休み。そいや、まだなのか。くっそ、どこへ行きやがった。ねえねえ、情報は？つまみん坊は見てないな。ここにも。新鮮なウニを手に入れた。イエーイ。あとは、君は違うね。もう一回聞いてみようかな。どう？つまみん坊はこの辺にはいないと思うぜ。ふんふんふん。このかくれんぼは終わりはあるのかい、ちゃんと。君は？つまみん坊なら見てないわよ。こっちのケーキにはいないんじゃない？そっか、君は妻子か。ことはこっちかな。いないのか。ということ。あ、ここは行き止まりでしたっけ？どう？つ
その貧乏ならそこのトンネルにぜいぜい言いながら入っていきましたよ。ここ?あ、倒れとる倒れとる極上マグロを手に入れた。やったーよ。もうあかん、疲れた。ワイの負けや。鬼のお前の勝ちや。ほな、あっちで待ってるで。そいや。階段のとこってことかな。なるほどね。妻貧乏が疲れるまでということか。妻貧乏にくだらない勝負挑まれたんだろ。災難だったな。でももう、大丈夫です。ありがとうみんな。妻貧乏一族たち。お前すごいな。さすが妖魔界まで来ただけあるな。ほなか断っていてええで。気をつけてな。何もくれないの?こんなに苦労したのに何もくれないの。つら。モテモテ。クールにここまで来れたんだね。さ、そこのロープから越剣回廊に戻るといいよ。お、これか。大丈夫?蜘蛛の糸的な感じじゃない?ふぅ、帰ってきたー。あ、なるほど、これで。あ、コーニャはどこ行ったの?もう私ら落として安心してどっか行ったってこと?ん?なんか、色違くない?これ普通の敵ってこと?あ、そういうことや。ダンシングスターを手に入れた。ほら。なんか色違うなと思ったけど。これはちょっと、どうかな?練り飴とかさ。あ、ズキキュンタにあげたかった。まあいいや。君は持ってんだよね、私。持ってるどころか今おるやんね。後列の方に。ヤマタノオロチ。お、ズキキュンタだけやっつけたわ。おーし、いけいけいけ。あ、全員やっつけたんじゃない?おいし。あの目がめちゃくちゃ不気味なんですが。ふぅ。で、また多分、あ、ここにもなんかあるな。君は?ズケキュンタじゃないか。色が違う。いや、ズケキュンタだね。一緒だった。で、ビビル。かわいい。まあ、とりあえず。ん?あれ?合っとるよね。合っとるよね。ちょっとびっくりした。あれ?敵に使えない。敵に使えない。なぜ?ちょ。いけ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 。ゴー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 。よ、最高フィーバー。へい、やっつけた。あれか、今誰も体力減ってないんよね。普通に順番に使っていきよるけど。はい、勝利。富士見御前がレベルアップ。くっ。ああ、ここも門か。なるほどね。なるほどね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか私は意外と、つまみんぼうとの鬼ごっこは楽しかった。なんかね、あの一族面白いね。いいね。なんか個性的で見た目一緒やけど。